1988年に発行されたペレストロイカとグラスノスチを宣伝する切手。右側に民主的なグラスノスチを加速しようとある。グラスノスチはゴルバチョフ時代のソビエト連邦においてペレストロイカの重要な一環として展開された情報政策である。日本語では情報公開などと訳される。1986年4月に起こったチェルノブイリ。 原子力発電所事故では、初期長であるゴルバチョフのもとになかなか情報が届かず、ソ連のセクショナリズム、秘密主義が国の最高指導者の行政にまで影響を与えている現実を突きつけた。豪を煮やしたゴルバチョフによって体制の硬直化による主々の社会問題を解決するために言論、思想、集会、出版、報道などの自由化、 民主化が行われた。ペレストロイカ推進のためには、従来の社会主義的イデオロギーの枠を超えた発想が求められた。そのため、それまで抑圧され続けていた、改革派の知識人、あるいは学者をペレストロイカに巻き込む必要があった。1986年末までには、一部のテレビ、新聞が、ソ連社会の問題点を率直に批判できるようになった。 また、ブレジネフ政権のアフガニスタン侵攻を批判して、ゴーリキーに遊兵されていた科学者、アンドレーサハロフも釈放された。1987年頃より、ブレジネフ時代に上映を禁止されていた映画が、次々と公開された。党の統制下に置かれない、市民団体の結成なども見られた。歴史学においてもネップの再評価、1930年代の、 大飢饉の考察や大粛清における犠牲者の名誉回復など、それまでタブー視されていたテーマが扱われ始めた。それまで西側にとって秘密のベールに包まれていた軍事面の情報も徐々に公にされるようになり、1986年には空軍の新鋭戦闘機ミッグ -29 がフィンランドのクオピオリッサラ基地を親善訪問にした映像が 世界に配信され、1988年には、イギリスのファーンボロー国際航空ショーに出展、さらに翌年にはス、スマイナス27、スマイナス25、ミマイナス28など、最新鋭の軍用機が、パリ航空ショーに出品披露されるなど、積極的な公開が進んだ。このように、一連の改革は、ソ連邦の民主化に大きく貢献した一方で、 困窮する民衆の生活とはまるで別世界のような共産党幹部による共産貴族と呼ばれるほどの豪華絢爛な暮らしや汚職なども暴かれて国民の反共産党感情を一気に高め最終的にはソ連解体へと国家を進めていく結果となった。ありがとうございます。